中に入った魚はぐるぐる回りながら沖の方へ沖の方へ逃げようとして、最終的にこの袋の中でぐるぐるぐるって回ってます。で、僕らが乗る第8読谷丸、入り口の手前に止めて、最初に8の字に開いている入り口をロープを引っ張って閉じます。その後は底の網をぐーっと巻き上げて壁を作ります。で、こっちも壁を作る、こっちも壁を作るっていうような形で、前の方に前の方に壁を移動させながら魚を追い込んでいきます。最後は小さいボートと大きな船と両方から網を手繰って魚をぐーっと一箇所に絞り込んでいきます。この時皆さんに声をかけますので、ぜひ一緒に網引っ張るの体験してみてください、ね。で、足元ちょっと濡れます。濡れるのが嫌な方は一歩下がって見てるだけでも構いません。ただね、この時が一番あの魚が、間近で見れるんで、ぜひ降りてきて近くで見てください。はい、漁に一緒に行かれた方にお話をお伺いします。こんにちは。こんにちは。はい、今日はどちらからいらっしゃいましたか？読谷村から来ました。ああ、読谷村からなんですね。はい、こんにちは。こんにちは。今日は何がきっかけで定置網漁に来ようと思われましたか？なんか家にチラシが置いてあって、うん、うちの奥さんが行ってきたらっていうんで行ってきました。なるほど、勧められたということですね。はい、実際漁に出てみて印象的だったことってありますか？まあ、まさか亀があんなに網にかかってるとも思わなかったのと、はい、まあ、まさかマグロがいるとも思わないですし、はい、まあでも本当思った以上に大量の魚だったんで、はい、ちょっと協力しもう普通に楽しかった。楽しかった。そうですよね。マグロも結構大きいのがね、とりあえずね、すごかった。迫力がすごかったですよね。はい、はい、あの船の上でいっぱいお刺身を食べてたお兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃんどうでした？グダグダだ。はい、ここおいで。お刺身はどうでした？お刺身どうだった？美味しかった？美味しかった。どうだった？プリプリだったよね。ね、新鮮だったね。めっちゃ美味しそうに食べてたのに、うん、伝わんないな、それじゃ。大丈夫？美味しかったです。美味しかったですね。今日はいい思い出できましたか？はい。はい。はい、お話をお伺いしました。ありがとうございます。今日定置網漁一緒にご一緒した家族さんにお話を伺います。今日はお疲れ様でした。今日はどちらからいらっしゃいましたか？東京の方から。東京からいらっしゃったんですね。はい、今日何がきっかけで来ようと思われましたか？子供が魚に興味を持ってて、あのインターネットを見て、それをきっかけでちょっとお邪魔しました。そうだったんですね。実際出てみて、印象的だったことはありますか？ウミガメがいっぱい取れたんで、もうそれが素晴らしかったなと思って。確かに、まあ、あんなにいっぱい取れると思わなかったんで。そうですよね。はい、子供も喜んで楽しかったね。うん、どうでしたか？お刺身が美味しかったです。お刺身美味しかったですね。船の上で食べましたね。はい、今日はこの後また美ら海の方に行かれるということで。そうですね、はい、車で行こうと思ってます。はい、沖縄を満喫して帰ってください。今日はありがとうございました。今日は乗せていただいてありがとうございました。ありがとうございました。こちら漁の体験なんですけれども、はい、お客さんの反応っていかがですか？そうですね、やっぱり喜んでもらってますね。うん、今日みたいに穏やかだったらとっても子どもたちも楽で。そうですね。今日ウミガメがたくさんいたんですけれども、あれは珍しいですか？いや、ここ最近いつも5、6匹大きいのが入りますね。そうなんですね。今日マグロが大きいの2匹いたんですけれども、はい、あれは夏はだいたいちょこちょこ入りますね。キハダマグロ、うんうん、そうなんですね。船の上で美味しいお刺身もいただきました、はい、ごちそうさまでした。はい、お客様に何かあの伝えたいこととかって PR とかございますか？あ、そうですよね。急に言われてもあれなんだけど、まあ、定置網体験で、まあ、魚がどうやって取れるかっていうのを子どもたちに知ってもらうっていうことと、もうこういうね切り身になってる状態でしか見たことない子もいると思うので、実際ちゃんとした魚がこうやって切り身になって刺身になって出てくるっていうのを見てもらう、あと自分たちで手伝って取った魚が
帰りにあのちょっとお刺身として味見ができる、教育にもなると思うので、ぜひ来てください、ね、はい、今日は貴重な体験ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、毎度のマリック宮長にお話をお伺いします。今日は貴重な体験ありがとうございました。どういたしまして、こちら、大型定置網漁体験、企画した目的を教えていただきたいんですけれども。それ三次郎から、ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まず、まあ、子ども主に子どもたちを中心に海に親しんでもらいたいというのと、あと漁についての理解、あと魚を食べる魚食の普及につながればと思い、平成の10年頃から、乗船体験、体験乗船をやっております。ありがとうございます。じゃあお客様に漁体験を通じて何をお伝えしたいですか。はい、まあさっきも言いましたけど、まあ、魚を食べてもらう魚食の普及と、あと実際あの漁師を目指す子どもたちが少しでも増えてくれればと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。実際そのお客様の反応とかはいかがでしょうか。まずもう乗った全員が喜んで感動してもらっているので、うん、まあ、何か自分たちの目的に少しでも近づいているのではないかなと思ってます。うん、ありがとうございます。私たちもすごく今日乗させていただいていい体験ができました。それでは、こちら開催日は、基本的に日曜祝祭日を省いたほぼ毎日やっております。ただ月に一度網のメンテナンスのために1日ないし、長い場合3日ほど休む場合がありますので、事前に予約の際には事前にあの問い合わせしてもらった方がいいですね。そうなんですね、ありがとうございます。予約方法はどのような形でしょうか。はい、お電話番号が、読谷村漁業協同組合が 098-956-1640 となっております。はい、そちらの方にお電話して予約という形ですね。はいはい、ありがとうございます。それでは前泊組合長、最後に皆さんに PR をいただけますか。そうですね、まあ、海地体験ということで、乗船してもらって、まあ、新鮮なお魚、それから、まあ、新鮮魚の締め方とかですね、そういったのも見られて、いいんじゃないかなと。そして美味しくいただいてみんなに喜んでもらえるのが我々にとっては一番の喜びでありますし、また食育、先ほど三時からもありましたように、食育離れがないようにですね、また楽しいという、また美味しいという実体験をしてもらって、普及していければと思っております。はい、はい、今日はお話をお伺いしてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。